ロールスロイスリミテッドのは1906年3月にイギリスで設立された製造業者で1971年に破産して国有化された。1906年3月に設立されたロールスロイス社は航空機用エンジンや乗用自動車の製造を行うイギリスのメーカーであった。1931年には同じイギリスのスポーツカーメーカーであるベントレーを 買収するなど規模を拡大し、特に乗用車製造においては高級車の代名詞となった。しかしながら1960年代になると乗用車製造における技術革新の遅れ、さらには新たに開発、発売した航空機用ジェットエンジン RB211 による損失の拡大などのために経営が悪化した。そのまま1971年4月に経営破綻。 イギリス政府によって国有化された。15HP1904 年5月にマンチェスターで 10HP に試乗したチャールズ・ロールズとクロード・ジョンソンは性能の優秀さに委託感銘を受けた。ロールズはロイス社の販売を一手に引き受けたいと申し出、ロイスもこれを了承した。以後ロールズとロイス、そしてクロード・ジョンソンのチームは相携えて高性能車の開発、 発展に著しく寄与することになる。しばらくは、両社は別会社の形で、ロールスロイスブランドの自動車の製造、販売を行った。CS ロールズとロイス自動車部門の合同で、ロールスロイスが設立され、名実ともに、ロールスロイスとなるのは1906年である。ロイス社でも経営をコントロールしていた、アーネスト・クレア・モントが、ロールスロイスでも経営実務にあたり、 1907年から1921年に没するまで社長を務めている。当初、マンチェスターのクックストリートにあったロイスの工場で生産が行われたが、1908年にはダービーに本拠を移している。ロイスは1904年末から2気筒の 10HP とその気筒数を増やして延長した3気筒 15HP、4気筒の 20HP、 六気筒の 30HP を製作。当時のイギリス車の中で、性能的に群を抜いた存在として注目され、自動車先進国であるフランスでも、パリでの展示会で高く評価されるなど成功を収めた。すでに、パルテノン神殿をモチーフとしたとされる、独特のラジエーターデザインはこの頃に定着していた。20HP は1905年。 チャールズ・ロールズらの運転でマンシマ TT レースに出場、検討を見せたが、トランスミッションのトラブルで2位となった。ロールズは、翌年の TT レースでは、接続を果たし、平均速度39マイルパーアワーの快速で優勝している。ホークエンジン。その構造には、シルバーゴーストとダイムラーの自動車用エンジンからの、ノウハウが活かされている1914年8月に第1次。 世界大戦が勃発したが、開戦と同時に、ドイツのダイムラーの最新型グランプリレーシングカーが、イギリス軍当局によって没収された。このレーシングカーは、ロンドンのショールームにちょうど展示されていたものであったが、当時最先端のサイチェシー同弁機構を搭載していた。サイチェシーのシステムを航空用エンジンに技術移転できると見込んだ、イギリス軍は、 ロールスロイスに開発を持ちかけた。フレデリック・ヘンリー・ロイスは、ダイムラー製エンジンを参考に、最ェシー機構を搭載した飛行船用 70HP エンジンのホークを開発する。当時の航空用としては、珍しい直列系水冷エンジンであったが、信頼性は高かった。以後、ロールスロイスの航空用、レシプロエンジンは、直列型と V 型の液冷式を採用して、 実績を上げた。その結果、第一次世界大戦終戦後、ロールスロイスにおいて、航空用エンジンは自動車と並ぶ重要部門となっていた。ファントムアイランドオレドビルファントム3フーパーセダンカドゥビルシルバーゴーストの後継モデルとして、1925年には、高出力のオフエンジンを搭載し、機械式、 サーボシステムによる強力な四輪ブレーキを装備したファントムアイが開発された。これに先立つ1921年にはシルバーゴーストの大きな市場であり、当時輸入車に高額の関税を課していたアメリカ市場への対策としてアメリカ工場が開設され、左ハンドル仕様のシルバーゴースト1701台、ファントムアイ1241台を生産したが、ビジネスとしては、 失敗に終わった。たとえ高額の関税込みであろうと、イギリス製のロールスロイスが欲しいというアメリカの富裕層の心をつかみきれなかったのである。これらはボディメーカーがアメリカ系のため、イギリス本国生産モデルとは著しく異なるスタイリングをしており、ラジエーター以外は、キャデラックかパッカードなどのアメリカ社地味た外観だった。百二十九年の世界恐慌がとどめを刺す。 形になり、1931年にはアメリカでの現地生産の中止を余儀なくされた。以後のロールスロイスの最上級モデルは引き続いてファントムの名を与えられ、1932年には低唱者誌のファントム2、1936年には当時最先端のウィッシュボーン式独立喧嘩と V 型12気筒エンジンを備えた巨大なファントム3を送り出している。 20HP 一方、1922年にはシルバーゴーストより小型の20形車でオーナードライバー向けの高級車市場を開拓。このベビーロールス系は1929年に強化系の 20-25HP に発展。1936年には排気量拡大型の 25-30HP 形に移行し、1938年には やはり全輪独立権嘩装備のレースに進化して、ロールスロイスの市場を広げた。戦後日本の内閣総理大臣になった吉田茂は第二次世界大戦前に外交官として英国に赴任していた当時、私費で1937年式 2530HP フーパーセーサルーンを購入して日本に持ち帰り、総理在任中も含め講師において修正愛用した。 これは日本に残るロールスロイスの中でも特に有名な一台で2013年時点1931年にはルマン24時間レースなどで数々の勝利を収めながらも経営不振に陥っていたベントレーを創業者ウォルター・オー・ベントレーから譲り受け自社ブランドとした以後のベントレーは1990年代までロールスロイスのバッチエンジニアリングによるオーナードライバー向けで 幾分スポーツカー的なニュアンスを加えた姉妹車として存続した。フレデリック・ヘンリー・ロイスが1933年に死去し、これを受けて、ロールス・ロイスは、R、R エンブレムの赤字部分をロイスの藻に服して黒字に変え、現在でもこれは踏襲されているが、これには、生前にロイスが黒の方が美しいとして変えさせたという説、単に顧客の 赤だとボディの色と合わないのでどうにかしてくれとの要望に応えただけという遺説もある。マーリンエンジン1939年9月に第二次世界大戦が勃発すると自動車生産を中止し航空用エンジンをはじめとする軍需生産に特化した。ダービー工場は軍需工場としてドイツ空軍による爆撃の被害を受けている。 なお、ロイスが最晩年に手掛けた駅霊 V 型12気筒エンジンは、マーリンの愛称で改良を重ねつつ、第二次世界大戦中を通じて大量に生産された。マーリンは、戦闘機のスピットファイアやハリケーン、爆撃機のランカスター、偵察、戦闘爆撃機のモスキートなど、数多くのイギリス製軍用機に搭載され、イギリス本土防衛戦や、対独攻撃において、大きな成果を上げた。 また、第二次大戦での最優秀戦闘機ともされる、アメリカの P-51 マスタングは、マーリーを搭載したことが成功の一因と言われている。最後のシュナイダートルフィーレースに勝利した、水蒸気、スーパーマリンエース6バイト用のエンジンをもとに、開発されたグリフォンエンジンは、マーリーにより、さらに強力なエンジンで、後期型スピットファイアに搭載された。 シルバーレースシルバークラウドシルバーシャドウ第二次世界大戦後の1946年工場はダービーからクルーに移転され1947年からシルバーレースの生産を開始した第二次世界大戦後もロールスロイスは古くから培ってきた名声によって広い販路を得ると共に特に本土がほとんど戦果を受けなかったアメリカを主なマーケットとして販売を伸ばし続けた なお、第二次世界大戦後のロールス・ロイスの外見は、流線型やテールフィンなどの流行を取り入れていった。アメリカ社やドイツ社と比べ、ナイフエッジと呼ばれるデザインが代表するように、イギリスの伝統に従って、ごく保守的であったが、性能は常に、時代ごとの水準を満たしていた。第二次世界大戦後の最上級リムジンとしては、1950年に復活した。 ファントム4を皮切りに、1959年に、ファントム V、1968年には、ファントム6が登場している。なお、第二次世界大戦前からの長きにわたって、イギリス国王のご両者はデイムラーであったが、1955年に、ファントム4がエリザベス二世女王のご両者に採用され、念願の頂点を極めている。また、ファントム4は、 昭和天皇のご両者としても短期間使用されている。第二次世界大戦中からジェットエンジンの開発を始めており、1949年に初飛行した世界初のジェット旅客機、デハビランド DH-106 コメットの第に、世代モデルにも同社製のエンジンが搭載された。しかしながら1960年代、大型ジェット旅客機、 L-1011 トライスター向けに開発中だった新機軸を大幅に盛り込んだ RB211 エンジンがトラブルを招いた同エンジニーの搭載が試みられた炭素繊維複合材料製のターボファンブレードであるハイフィルはバードストライクの試験に合格できずまた採用試験運転中にファイバーが剥がれ落ちてしまう事故も発生した振動特性の違いなどからターボファンのみを 通常の金属製に変更することは不可能であり、エンジンすべての再設計が必要となった。この経過は、ロールスロイスにとって莫大な経済的損失となった。また搭載予定だったトライスターの販売不振につながり、製材界を巻き込んだロッキード事件の一因となった。RB211 エンジンの失敗などによって、ロールスロイスの財政は逼迫。 1971年にはついに経済破綻し公的管理下に置かれた。同社はイギリス国有化されることによって消滅を免れた。その際には当時イギリス最大の自動車メーカーとなっていた国営ブリティッシュレイランドの参加になることも噂されたが最終的にはロールスロイスとして独立を保った状態のまま国有化された。国有化後の1973年 自動車部門は分離、民営化されることが決定した。売却先は当時同国の大手メーカーであったビッカースであり、社名はロールスロイスモーターズとされた。1973年に自動車部門が分離、民営化されて以降もイギリス国有企業として存続した。航空機用エンジンのほか船舶、防衛、エネルギー関連などの政策。 販売を続けていたが、マーガレット・サッチャー政権下に、再度の民営化が決定され、1987年に、ロールスロイス PLC として、再民営化された。AB、ワールドカーガイド27ロールスロイスベントレー、PP、21から50、創業から戦前。ABC、世界の自動車 -22 ロールスロイスベントレー、戦後、PP、 36から45、ベントレーマーク6、R タイプ。世界の自動車 -22 ロールスロイスベントレー、戦後、PP5 から13、はじめに。世界の自動車 -21 ロールスロイス戦前、PP65 から92、40、50HP ファンタム2。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV。 ワールドカーガイド27ロールスロイスベントレー PP171 から185スペック。ワールドカーガイド27ロールスロイスベントレー PP51 から66シルバーゴースト。ありがとうございます。